来やがったな。攻め入ろうったってそうはいかねえぜ。悪魔なんぞは打ち飽きてたところだ。人間相手のこのスリル、腕が鳴るぜ。やっちまってよかったのか。大佐は控えろと言ってた気も。いやいやいや、そいつは気のせいだ。奴らが先に仕掛けたって言えばいいだけの話よ。こちらアーサー、応答願います。不慮の出来事とはいえ、あなたたちとジャック部隊は交戦状態に入ってしまいました。警戒してミッションを続けてください。おい、その怒りこそがわしらの新兵器のパワーじゃ。使える悪魔は強化デビルに、そうでない悪魔はパーツ取り。これが合理よ。科学と悪魔の夢の融合。ねね、貴様は。まったく、警護の奴らは何をしている。ここまで入り込まれるなんて。仕方ない、新兵器のサビにしてくれ。当たれ。
また会ったね。その後変わりはないかな。しかし人間の構想というやつは時代と場所を問わず興味深いものだな。たった一つの斧が命と与えられた使命とを天秤にかけ心を揺れ動かしながら戦う様を見ていると、この身に感動を覚えなくもない。そういう見せ物なら演出の違いもあるというものだ。さあ、君の変わったご友人には運命の境目が近いようだ。見届けてやりたまえ、ご友人なら。ではいずれまた。ああ、一つ教えておこう。逆境の時にこそ新しい真に強き力が生まれるものだ。そしてその営みのために人間は存在するのだよ。おそらくね。な、見つかった。俺は単なる研究員だ。お前らとやり合う気はねえ。知ってることは何でも話す。だから見逃してくれよ。ああ、奴らなら地下の研究室だが、その部屋に入るには暗証番号が必要だ。残念だが、その番号までは俺はわからねえ。なあ、ここまで喋ったんだ、見逃してくれよ。そうだよ、あの研究室は厳重なんだよ。察しの通りさ、ヤバい研究はそこで行う。だからヒメネスの野郎も今頃は分かったろ。俺はただの研究員で何も知らないんだ。だからほっといてくれよ。研究員なら暗証番号は知っているはずだって。あ嘘ついてすいませんでした。暗証番号を教えるから勘弁してください。セキュリティシステム起動中。ロックを解除するコードを入力してください。入力番号を承認しました。扉のロックを解除します。ち、手間をかけさせやがるぜ。あと少しだってのによ。なかなかうまくいかないもんだな。悪魔と人間を合体させろったのは。これだけソウルの波長があった人間と悪魔の組み合わせなら成功しそうなもんだが。この野郎、ここから出たらぶっ殺してやるからな。ブブバカブブ。悪魔の方はくたばっちまいそうだな。悪魔のくせにだらしねえぞ、こら。五六回磁場を打ち込まれただけじゃねえか。ほら、怒れ、元気出せよ。
やめろ、やめねえか。お前をぶっ殺すだけじゃねえぞ。親玉のジャックから全員に復讐してやる。お前らを皆悪魔の群れの中に投げ込んでやるからだ。口だけは減らない野郎だな。散々痛めつけてやったのに。そんなに意気がったところで実験が成功すれば、お前は俺たちの奴隷になるのさ。何の感情もなく命令に従うだけのいい悪魔兵士にな。お前来てくれたのか。なんだ貴様は。そのデモニカ、お前レッドスプライトのクルーか。何をしたるんだ警護の奴らは。ここまで入り込まれるなんてお楽しみが台無しだ。いや、もっとやばいな。戦いようがないぞ。こうなったら、こうなったら、こうなったら、こうするだけだ。うまくいったらお慰み、悪魔と化した同僚と殺し合うがいいさ。さて、こんな危ない場所からは俺様は逃げるばかりよ。待ちやがれ、この…バカめ、お前を死なせはしないぞ。頼みがある。このままじゃこの合体は成功しない。何度も失敗してるんだ。いいか、俺たちの、俺たちの合体プログラムを使うんだ。そうすればあいつを死なせずに済む。大丈夫だ。今俺はあいつらを呪っている。それこそ悪魔のように、この憎しみのあるうちに。さあ早く俺をデモニカに送るんだ。ありがとうよ。よかったな、バガブ。お前、生きてるぜ。助かったぜ。ありがとうよ。気にするなよ。俺が望んで、こうなったんだ。力があって、苦しさはない。問題ない体だぜ。さあ、ぶっ潰しに行こうぜ。悪魔の命をもてあそぶ敵どもをな。
たってこの中に入らなきゃなんねえな。待ってろよジャック、今そこに行くぜ。離れてな。悪魔の力を見せてみろよバガブ。行くぜ。行こうぜ。俺たちと悪魔の敵が待っている。とんだトラブルを引き起こしてくれたものだ。もはや話し合いなどで解決はしないぞ。基地は荒らされ、設備と人員に損害を出し、新兵器の開発も後退してしまった。これだけ計画を乱されたと知れば、私たちのスポンサーもさぞお怒りになることでしょう。このまま引き下がったのでは、このジャック部隊のビジネス手腕が問われてしまう。代償はきっちりと支払っていただこうか。あなたたち一団の全てをもって。それはこっちのセリフだぜバカ大佐。俺の体に刻まれた恨みと、お前らがもてあそんだ悪魔たちの恨みと、どんなものだかその体で味わうがいい。情欲の塊だな、おぞましい。人間と悪魔の合体にはまだ課題があるようだ。こんな欠陥品を残しておいたのでは我々の信用に関わる。じっくりと処分してやるぞ。とっておきの改造悪魔だよ。骨までしゃぶってもらうがいい。いいだろう、来やがれ。さて、あなたにも償いをしていただかなくてはならない。その手にかかった我が部下の恨みも含めてね。ビジネスの決裂は詰まるところ戦争だ。会社間であれ国家間であれ、そうは違いがない。だから強大な武力は偉大なビジネスツールになる。持っていて損をすることがない。それがあるから潰すべきを潰し、いただくものをいただけるのだ。さあ、私がどれほどの力を持っているか思い知るがいい。Ha!
やられるとは。お前なんかを守り続けるくらいなら悪魔らも殺されて本望だろうよ。何か、まだ何か手がないか。よかったな、ジャック。ここは地上じゃねえから、お前を罪に問う法がない。貴様、何を。だが残念だったな、ジャック。ここは地上じゃねえから俺を縛りつける法がない。これで終わりだ。やりすぎちまったかな。いや、こうなること止められなかったんだよ。俺がこの体になった時から。大佐が負けてしまうなんて。俺は、俺たちはどうなるんだ。そりゃあまあ、指揮官がいなくなったら新しい指揮官が必要だな。それがお前か。誰がなるにしろ代わりの指揮官がいなくなるまで地獄へ送り続けるまでや。ヒャヒャヒャだ。待て待て待て。俺は大佐と違って頭は柔らかいし使い物になるぞ。そうだそうだ。とも、俺を殺したらせっかくのライトニング号のテクノロジーが使えなくなるぞ。知ってるぞ、お前たちがエキゾチック物質を探してることを。それを手伝ってやる。いや手伝わせてください。だから命ばかりはお助け。情けねえ奴だな。信念のかけらも見当たらねえ。少しは悪魔たちを見習ったらどうだ。じゃあな。あばよ、ライアン司令官。それ以上はダメよ、ヒメネス。なんだと。もう彼らに戦う意志はないわ。これ以上の戦闘は無意味よ。ただの殺戮はやめましょう。それは命令か。調査隊として当然の判断の話をしてるの。現時点で取るべき行動はジャック部隊の武装解除と使用可能なテクノロジーの差し押さえよ。お前たちの、いや、あんたたちの指揮下に入る。だから命だけは。命は奪いません。ただし今後は私たちの調査に協力するように。余計なことしやがって。お前が一瞬敵に見えちまったぜ、ゼレーニン。よくやったな。ヒメネスの救出どころかジャック部隊の制圧までするなんて。あとは俺たちが引き継ぐ。ご苦労だった。ヒメネス、お前は艦に戻って検査を受けろ。それは必要ない。俺の体調は至って良好だ。だがあとは任せたぜ。まあもう少し体を動かしたかったところだがな。くそ。ミッションご苦労様。この後はアーサーに指示を仰ぎましょう。ヒメネス隊員のレッドスプライト号への帰還を確認。ミッション、ジャック部隊基地のヒメネス救出の終了を承認します。
ジャック部隊を制圧までするとは予定外でしたが、良い結果です。このまま彼らを支配下に入れ、コントロールするようにします。しかし、今後ですが、完全に監視、管理できるほどの人員を、あなたたちクルーから用意することはできません。本来の調査任務への支障が大きすぎます。ろくでなし連中とはいえ、始末してしまうわけにもいかんし、どうするんだ？ライトニング号の一部システムを無効化することで対応します。ジャック部隊の航行能力、戦闘能力は剥奪。危険のない範囲での行動、生活は認めるという方針です。そのあたりが手の打ちどころか。では、必要最小限の当艦クルーを選出し、ジャック部隊の監視任務に当たってもらうことにします。彼らの技術貢献の話はどうなの？アーサー。その点は大きな成果の一つです。彼らが有していた悪魔サーチ技術からエキゾチック物質を感知する機能を構築できそうです。これによりデモニカが強化され、フィールドでのエキゾチック物質探索をサポートすることでしょう。ライアンとかいうやつの苦し紛れの出任せじゃなかったんだな。効果の確認はフォルナクスでの探索時にということになりそうですが、期待して良さそうです。そしてもう一件、彼らからは貴重なフォルマが新たに供出されました。あなたがフォルナクスで集めてきたフォルマと相性が良さそうだと報告を受けています。このフォルマを受け取り、ラボで開発を試してみてください。アーサー、いえ、みんなも聞いてくれる？この場に彼がいないから話し合ういい機会だと思うんだけど、ヒメネス隊員の扱いはどうするの？今回の件は収まったけど、もう彼は普通ではないわ。物理的に悪魔の一歩手前よ。あいつが悪魔と合体してしまったことは大変なショックだ。姿が変わっていたこともな。だけど同じクルーとしてあいつを悪魔扱いするのには同意しかねる。ジャックを手にかけたのは行き過ぎにも見えるが、武力行動中には冷静な判断ばかりできるわけではないしな。同じ状況に立っていたら俺もあいつと同じようにしたかもしれない。それに前と同じように意思疎通もできた。ま、正確に難があるのは前と同じだがな。私は本当言うとあの姿はちょっと、それに前と雰囲気が違うんです。なんかこの世界を楽しんでるような怪しい感じで。それはわかるな。あんな目にあったんで休息を取れと言ったんだが、奴はすぐにでも戦いに行きたそうな素振りだった。血に飢えた感じで背筋がゾッとしたよ。とにかく今奴には休息を取らせながら保護観察するのが当然だな。ヒメネスが悪魔になりきったかのような話が続いてるようだが、悪魔を仲間として使い任務を進めている機動班として言っておきたい。悪魔の助けを借りていなければここまで生きてこれなかっただろう。ヒメネスが悪魔の力を体に取り入れてしまったとはいえ、それが直ちに危険を意味するとは考えたくない。あなたたちは悪魔に慣れすぎてるんじゃないの？この件は人間らしい感覚で判断すべきだわ。あなたはどう？一番近くにいた者として悪魔を身に取り入れたヒメネスのことよくわかってるでしょ。ヒメネスは任務から外すべきよね。
本気で言ってるの？彼のどこが正常だっていうの？ヒメネスは規律を失いかけてるわ。調査隊クルーとしても人としても。今押さえておかないと大変なことになるわよ、きっと。ヒメネス隊員には当面休息を取らせ、身体検査を行うようにします。今後の処遇決定は必要なデータが出揃ってからとします。その決定は不満だけど了解としておくわ。ランディング正常に終了です。当艦はセクターフォルナクスに再侵入しました。ジャック部隊との戦闘で中断していたミッションの再開ね。ここのエキゾチック物質が手に入ればバニシングポイントから違う場所へ行けるのよね。推測によればらしいわね。とはいえそれもどこへつながっているのやら。できることなら別のセクターでなく地上へ戻る推測を急いでほしいもんだ。それは暗に観測班が仕事をしてないって言いたいのかしら。この世界の異常さは分かってるでしょ。やれることはやっているのよ。自分たちの任務遅れを棚上げして言われたくないわ。なんだと？落ち着けよ。なんだってそんなに荒れるんだ。協力できなくなったら俺たちは終わりだぞ。ストレスの肥大している環境ですが、各クルーはメンタルをケアし問題を起こさないようお願いします。周知の通り現時点で最も重要なミッションはエキゾチック物質の探索です。強化されたデモニカの感知機能を活用し任務に当たってください。フィールドには探索妨害を行っていた悪魔たちも潜伏しているものと思われます。彼らについても慎重にミッションを進めてください。ではあなたたちの良い報告を期待します。スノフォルマー3人よればなんとやらではないが、新しいデモニカ教官がいけそうぜよ。よし、そのフォルマーを貸してみるがよ。チェン、準備はいいか？材料の個数はちっくと多いが、いつもの要領でいくぜよ。 Take it easy。冷静に行きましょう。お願いします、そうぜよ。なんといい選択ぜよ。楽勝ですよ。よし、できたぜよ。俺、デモニカに機能を追加してやろう。またいいブツが手に入ったら真っ先にこのラボを訪れるのだぞ。さて、次はコーヒーをすすりながら引用の余韻に浸る時間じゃ。
ー